すいません、すぐ片付けますか。何があったかは聞かないけど、あまり自分傷つけちゃダメだよ。辛いのはあなただけじゃない。みんな心の傷を抱えて現実と戦ってるの。一緒に戦おう。あなたなんだかほっとけない。今度切りたくなったら私に連絡して。同じような事件が起こっているという情報があります。あそこで殺されています。レイプ犯はカラビーマンフリーの水族館の方たちが寄ってたかって女性を、あそこでも女性が殺されています。男は無駄のメイクは連中の本心を殺さなきゃやられる。発症した男性には一つでも異常、代表的な男性ホルモン、闘争衝動と密接な関係があります。未知のウイルスという可能性はありますが確認されていません。発症者にレイプされた女性は確実に死ぬように中出しされたら最後なの。分かった。中出し。男の毒で女は殺されちゃうの。これは日本国内にとどまらず世界的な現象ということで、世界中の男たちがレイプマンに会ってしまったんでしょうか。落ちました。心臓に3匹で向かってきました。心臓を追っ立てて。分かりません。区役所に申請して2時間の講習を受ければ、学生なら誰でも簡単に支給を受けられるから、女の自分の身は自分で守らないと。ダメだ、私死んじゃうんだ、死んじゃうんだ。そんなことない。だってやられちゃったら死ぬってテレビで言ってた。まだ先っちょだけだったでしょ、仲出しされてなかったでしょ。なんだよ、そんなことなくね。やられちゃったんでしょ。全身に男の毒が回る。すごく苦しい。今のうちに殺した方がその子のため。2人ともやっちまおうか。銃を下ろせ。だから使えてないもん。先っちょだけだったの。勝手にすれば。名前聞いとこうか。のぞみ。私はかなえ。たまえだよ。ももこです。私ね、昔公衆便所だった。え、高校の時ね、ラグビー部のマネージャーでね、桃子、女と経験ある？ううん、ないけど、のぞみさんはしたいの。まだ痛む？うん、気持ちいい。私も。桃子、かわいいよ。かわいくないです。かわいいの。あんた誰？服破れちゃってるんでしょ。着替え奥にあるから取りに行ってもいいから。それ桃子さんに似合いそうでしょ。桃子さんお似合いです。花江さんもまあまあ、ひどいな。僕はここの神主でさ、勝手に入ってきたのは君たちの方なのに。いつ毒男になるかわからない。だいたいその毒男って呼び方が気に入らないのね。毒男は僕ら独り者の心優しきオタクのこと。レイプはドキュンとスポーツバカの1000倍特許でしょ。童貞臭い。もちろん童貞守ってますよ。僕ら高等ユーミンはね、セックスなんて必要ないの。萌えだけでご飯3杯はいけちゃうんだから。キモい。おかずやりまくれ。立ち上がれ男たちよ。男の力を思い知らせろ。人類進化の時。男たちよ、チッポを立てろ。オタクの人ってさ、最後に残されたまともな男なんだよね。他はみんな毒男になっちゃったみたいだし。水飲む？喉乾いてない？すごい汗。ちょっと拭くね。桃子、これ。何してるの？わからないの。化け物の子で。仲出しされてないって。先惚れの早漏野郎だったかもしれないでしょう。違う。桃子は撃たせないから。殺さなきゃなんないんだってば。違うの。これはのぞみさんの子供なの。私とのぞみさんの。あんたバカじゃねえ。レズで子供はできないの。あのさ、桃子さんさ、受胎告知とかなかった？さ、キリスト教じゃん。ここ神社だし。そんなのどうでもいいから。とにかく桃子は私が守る。ただいまより臨時放送を行う。
原因は日本が中心になって世界中に垂れ流したセックス映像とスプラッタ映像の悪影響であり、制裁が必要であるという観点から、反対衛星が北朝鮮ミサイル基地における核燃料の充填を、テラス大神、天の岩戸にお隠れになったらこの世が闇に包まれんの。だからオタクはセックスなんて必要ないんだってば。脱オタすりゃいいじゃん。性欲がいいわけじゃないんでしょ。オタクが脱オタなんかしたらただの男になっちゃうよ。セックスって気持ちいいよ。守るんでしょ。カナエさん、まったく男って女でやることばっかりだよ。女は男の欲望の吐き口だ。姉ちゃん、人類ホモサピエンスはたった一人のミトコンドリアイブから生まれたが、人類はみんなその末裔なのか。とはそういうものだ。もなくどこかで生まれるだろう。桃子、もう生まれているかもしれない。次の人類の最初の一人が、I've arrived over Taito Ward in Tokyo. We'll be sending into camp from here. 両国を出発している。これはもう日本国じゃねえんだ。ここは秋葉帝国だ。走らせろ。あんたすごいね。圧倒的じゃない。あんたの任務は。その質問に答えられない。必要なんじゃないの、現地協力者ってやつがさ。隠れしろ。ここはもう閉じまくです。オタクの好き勝手は許しません。キモいんだよ。童貞の着物を秋葉に帰って臭いチンポでもしごいたらっての。住むと思うねよ。この先に我々の避難施設があります。警備は万全です。毒男もオタクも寄せつけません。僕とは言えませんが、食料避難施設は八神博士の研究所も兼ね、毒男が原因究明です。その解決策について研究を進めています。マリコ、愛は、愛はどうなの。愛って性欲のことか。だったらレイプが男の愛だよ。バカが。カブは私たちの研究の希望。女を襲わない毒男なの。私たちの研究は愛を解き明かすことなの。それなら男たちを再教育してやればいい。このサブのように、ね、自分がどれだけ希少な存在か分かってないみたいね。東京では唯一の生きているまともな男なの。私たちに毒男をけしかけた人たち。オタクなんてキモいだけだし生きてても無駄でしょ。だから最初から研究の対象外。紹介しとこうと思って。隣で寝起きするマキさんとシンジさん。ああ、生き残った夫婦の。こちら研究を手伝ってくれているのぞみさん。よろしく。何か動きがあったら俺がこれで知らせてやるからさ。私が守るって約束したのに。総攻撃が決定なら次の帝国民集会は盛り上がりそうだな。特に功績のあった者にはツーショットチェキの特典付きである。らしいぞ。モンス様、もっと総攻撃をアキラ様を抱っこしていただけますか。聖母の山だ。また覗いてたの。のぞみさんこそ僕がいるんだからもうちょっと控えたらいいのに。クロワ体験なんて誰も頼んでないんだけどな。あんた、トイレのどこかやろ。噂やっぱりこんまれったんや。びっくりした。何や、あんた、チンコついてへんかな。だからクロワ再生の時にいろいろ欠損してて中途半端な再生になっちゃったの。チンコ
コもマーコもないの。交代の時間。クッソ優しくしてくれたら眠れると思うんですけど。召喚だけ行かせるなんてそれでも部下。ダメ、行く時は一緒。どうせセックスレスだったんだろう。それがそいつがレイプマンにならなかった理由で、そんな時に少女の女子高生に誘惑されたんだろう。それやるさ、キッキンだよ。それが男ってもんだろ。今こそ問おう、真の勝ち組は誰であるか。我々童貞オタクである。始まったようだ、帝国民主。今こそ我々は我々の真の敵である三元女に復讐しよう。ここは騎馬帝国だ。我々はビクスティーナのあんたの本当の任務ってやつを教えてくれてもいいんじゃないか。聞いたことあるんだよね、ネット上のとんでも話。プロジェクトヘロデ。ヘロデって言ったら新約聖書のマタイによる福音書、幼児虐殺でしょ。テクノロジー使ってやることは赤ん坊殺し。人生人類の覇者たる世界の警察だ。ご丁寧に進化の目をつもってわけか。なんで気づかない。人類は男と女はとっくに終わってんだよ。もう一度私たちを助けて。
奥間桃子を。今度も助けられなかった。もうこう、えぞみさん、大丈夫？お帰りなさい。気分は？最悪、全然大丈夫じゃない点の声の聞こえる位置が高くなった。いくつになった？4歳かな、もうすぐ5歳。5歳で第二次成長か。早いもんだな。脱いでくれ。いいけど。朝起きた時とか。朝立ちか。ペニス機能的にも問題ないんだな。浴場の方はどうだ？よくわかんないんだけど。
何？中年男の香りより、しかも脇が持ち。うわっ、親父くさ、きつっ。脇がだけじゃない、油層の毛穴エキスと40歳からの加齢臭もブレンドしてあるから。あと靴と靴下のカビ臭もね。やだ、マジくさい。これで毒男の毛穴あるの？毒男は女の匂いに反応するから、親父臭で生理の匂いが消せるといいんだけど。私、そんなに匂う？やあ、アンナちゃん、ご機嫌いかが？とてもいい、ありがとう。あなたは？おかげさまでね。おかげさま。よくわからない。あなたの健康や機嫌に対して私は何もしていない。学習機能ついてる。これ日本の基本思想なの。俺の今日があるのは君のおかげであり、神様仏様のおかげであり、世間様のおかげなの。陰陽和合、光も神なら影も神。光に感謝、影にも感謝のおかげさま。君が直接俺に何かしてくれたってわけじゃなくても、君の存在が巡り巡って俺のおかげになってるってこと。仏教思想？まあ陰陽和合は陰陽道だけどな。あ、密教、素元道だっけな。まあいいや、全部同じようなもんだし。でどうだい、アヌちゃん、まだペンタゴンとはつながってる？連中の毒男対策に進展はあったかい？目立った動きはない。男たちのレイプ魔化現象は止まらない。生態系のない子供たちも思春期を迎えると同時にレイプ魔化発症している。発症しないのは生身の女に性衝動を抱かない者たちだけ。童貞オタクだな。そういった者たちは総じて生身の女に深い恨みつらみと恐怖心を抱いており、和解も強制も不可能。5年前に東京地区で見られた秋葉渓谷とアマゾン避難所のような男対女の戦闘行為が世界各地で起こっている。ごく稀に女性と和解する男性も存在するが、女性に対する性欲を発動させると同時にレイプ魔化発症することが報告されている。お宅の命も脱オタまでってことだ。中学校の学科次第みたいだな。男と女の友情は成立するかでな。答えは簡単、男がやりたがらなきゃ成立する。女どもが欲しいのは人畜無害の草食系ペット男子ってことだ。女性主導で回復しつつあると思われた世界の秩序だが、依然人口は減り続けている。新たに子供が生まれることはなく、このままでは人類の存続は絶望的。男性レイプ魔化現象のメカニズムも解明されておらず、ウイルスは発見されず治療法もない。ウイルスなんて見つかるわけないね。毒男化現象の原因はウイルスなんかじゃないんだから。そうなの？ Y 染色体の反撃だよ。淘汰されかかった男の抵抗スイッチが入ったってこと。バカな女どもにはそれが理解できない。それ警官の毒男から取ったやつ。軽いから使いやすいの。
だ群れが通り過ぎてない。これじゃ拳銃扱えないよ。呼び寄せちゃう。じゃあどうするの。アンナちゃん、 Y 染色体の消滅で検索よろしく。スクラップ回収して武器取り外してパソコン代わりに使ってんだよ。でもこれがお母さんを殺したんだよね。あー、秋葉帝国の嵐と女神にしてリストカットメイドの桃子ちゃんね。懐かしい。僕じゃなくてお母さんがね。ん、あー、もう一人のお母さんってことね。肝っ玉ナースのぞみちゃんの方。2009年、オーストラリア国立大学ジェニファー・グレイブス教授がアイルランド王立外科医学院で行った講演、後に世界中の科学メディアで紹介されて物議を醸した。男性を男性たらしめる Y 染色体は消滅の一途をたどっているとのこと。3億年前には1400個の遺伝子を有していた Y 染色体だが、現在は矮小化してたったの45個しか有しておらず、1万年から500万年の幅を持たせながらも地球上生物群のオスの将来的な絶滅は間違いないものとした。ああ、それと河野教授の単位生殖の成功も。先行する2004年、東京農業大学の河野智弘教授が精子を使わずメス同士の卵子と卵子を掛け合わせて子供を作る単位生殖に成功した。魚類、爬虫両生類、植物では自然下でも観察される単位発生だが、哺乳類ではこれが世界初の成功例。メス由来の生殖細胞のみを結合させて体外受精で生まれた子供は全てメス。あらゆる意味において父親を持たず母親と母親を持つメスナース群。この実験の成功は将来的なオス不要論を補強した。記念すべき単位発生第1号メスナースは竹取物語にちなんでかぐやと名付けられた。かぐや？竹取物語って何？じゃあついでにそれもお願いしようかね。神話を除けば日本史上最初の物語とされる。原文は存在せず、室町時代後光厳天皇の写本が現存。成立は平安時代、西暦では890年頃とされる。光る竹から生まれた光る赤ん坊が成長してかぐや姫と呼ばれる。その美貌に男たちは天皇も侍も貴賤を問わず恋焦がれ、かぐや姫は群がる求婚者たちに結婚の条件としてブッダが使ったお椀、金銀真珠の木、ひねずみの毛皮、竜の玉、ツバメが産んだ宝貝を要求。男たちは命がけでそれらを求めて奔走するが果たせず、結局かぐや姫は月からの迎えが来て帰ってしまう。月からの迎え？かぐや姫
は天界人月の都で罪を犯し、その罰として一時的に地上に追いやられていたという設定が語られる。食材の期間が過ぎ、誰の休校も受けることなく月の都に帰るかぐや姫は、日本の繁栄を願って天皇への置き土産に不老不死の妙薬を送る。だが、かぐや姫に恋焦がれていた天皇は、かぐや姫のいない世界で生き続けてもしょうがないと不死の薬を山で焼かせた。天に届けと最も高い山が選ばれ、その山は以後不死の山、すなわち富士山と呼ばれるようになった。日本に、いや世界にかけられた呪いの物語だ。かぐや姫こそやらせそうな雰囲気で男を利用し、貢がせるだけ貢がせてやらせない女子力の権化、男を食い物にし、ゆくゆくは Y 染色体を絶滅させようとする XX 染色体、女どもの悪意の象徴だ。10年間で1万5000件から2400件へと実に6分の1の大激減。世界全男性の草食化、精子の数も減り、 Y 染色体も衰退。そこに追い打ちをかける必要がどこにあった？どこにもない。それでも女どもはやった。ストーカー、セクハラ、これまで犯罪ですらなかったごく本当な求愛行為までを新たな法律をでっち上げて徹底的に取り締まった。女どもは口を揃えていった。問題なのは何をされたかじゃなくて誰にされたか。差別的適用が前提の法律など言語道断。それでも女どもはやった。女にそそのかされ、女受けを狙ったご機嫌取り男どもが自分で自分の首を絞めた。痴漢も同じく誰もがやる真っ当な行為だ。禁止する法律は建前上のもので、宣伝して回るべきことじゃない。だが臆面もなく女どもは言った。痴漢される気持ち悪さは我慢できない。理性的に振る舞えない男は許せない。そもそも女は選択する性だ。誰から構わず無制限に浴場するのがオスの生殖本能なら、その中のオスを選択的に選んで浴場するのがメスの生殖本能だ。望まない相手からの痴漢を気持ち悪いと感じるのが女の本能なんだ。何が理性的に振る舞えない男は許せない。だ、まず女が本能をむき出して気持ち悪がってるんだ。痴漢する男とそれを嫌がる女の対決は本能と理性のぶつかり合いなんかじゃない。そう、本能むき出しの泥仕合だ。なぜそんな簡単なことがわからない。理性的であることを良しとし、男に痴漢しない理性を求めるなら、まず女が痴漢されても泣き寝入りする理性を持ってみろよ、このバカが。
エンス人類等種がなぜ極寒極地から赤道直下まで地球上を覆い尽くす大繁栄ができたか。それは多様性だ。氷河期ならイヌイットが、温暖化熱帯化なら三人が生き残る。多様性は種の強さなんだ。弱肉強食でモテオスだけがメスを独占する他の動物と違い、人だけが社会を作り、相互補助の精神でヒモテオスの劣勢遺伝子を保護してきた。それが家族制度であり結婚制度だ。封建的男社会がヒモテを救い、人種を繁栄に導いた。チビデブハゲノ、キモい臭いうざいヒモテ男が相手でも、このまま一生お着にコピー取りの発給 OL より、ことぶき退社して永久就職の方が。そうやってひもて男にも配偶者が得られ、バランスを取ってきた。水心あれば魚心、需要と供給。愛する人より愛してくれる人と結ばれるのが女の幸せという価値観。ところがそこへ女権拡張だ、男女雇用機会均等だ、男は女の頬を札びらで叩けなくなった。それどころか無駄金を手にした女どもがホストクラブに通ってイケメンモテ男の頬を札びらで叩き始めた。人類は大きな過ちを犯した。女どもに男と同様の権利も給料も社会的地位も与えちゃいけなかったんだ。サオリ、ちゃんと握ってて。生活こけくらいできんでしょ。抜けた。ねえ、早く何とかしてよ。こっちも抜いて。だって沙織の手が邪魔でチンコ切れないし、その手離したらまた襲ってくるだろうし。やだよ、気持ち悪い。仲直しされて死ぬようにマシでしょ。そもそも男の愛の根底には軽蔑がある。子猫や赤ん坊を慈しみ可愛がるように女を愛する。それは棍棒で殴って自分のホラー穴に連れ帰ってメスをレイプし、餌と保護を与えた石器時代から変わらない。男は自分より給料を稼ぎ、自分より社会的地位があり、自分より有能な女を愛したりはしない。バカだからもらってやる、食わせてやってるのに偉そうに言うな、俺様に従え。これが男の愛なんだ。自分より賢い女と丁々発しとやり合えないから、自分より劣っている女、金でやれる女、自分を尊敬してくれる女、言うことを聞く都合のいい女しか愛せない。これからの時代、そんな男は結婚できずに孤独死するがいい。そんなバカ女どもの勝利宣言は、結婚できない男がいれば同じ数だけ結婚できない女がいることもわからない。足し算も引き算もできない白痴のザレ事だ。こういうバカ女どもが味噌汁も半ばを過ぎてから結婚相談所に殺到した。自分と同じ年か年下で、年収600万円以上で、公務員か一流企業勤務で、長男じゃないことが結婚相手の条件。ネッシーか雪男でも見つける方がまだ現実的だな。何が出会いが足りない私たちだ。女どもに決定的に欠如していたのは出会いじゃなくて現実認識能力だった。子供が欲しくて結婚する男が出産適齢期を過ぎた味噌汁女と結婚するかよ。実際アラサー女の結婚率は 1% 以下。30歳を超えたら女の生涯未婚と孤独死は確定なんだ。Oh!
最初の男アダム、その最初の妻リリスは男に組み伏せられるのを嫌がってアダムを捨てて楽園を去り、ルシファーの妻になった。だからエホバは男に従う女を、アダム自身の肋骨からエヴァを作り直さねばならなかった。日本神話のイザナギ、イザナミの国作りでも、イザナミすなわち女から誘ったためにまともな子供が生まれず、イザナギすなわち男が主導権を取ることで正常な関係が成立し、国と神々がやっと生まれたと語られる。神話の警告を無視し、社会の進路を助権拡張、男女同権に向けた瞬間から人類は滅亡への道をたどり始めた。金と権利と自由を手にした女はチビデブハゲを絶対に選ばない。キモい臭いうざいひも手男を排斥し淘汰する。男の軽蔑愛を受け入れない。痴漢を許す理性や我慢して誰にでもやらせる謙虚さを持たない。イザナミの失敗を繰り返す。悪魔の花嫁にして鬼嫁リリスの再来だ。イケメンモテ男にのみ無駄に群がって生涯未婚の孤独死を選び、当然の結果としての少子化、人種の多様性は失われ絶滅に向かうしかない。サウル足跡って、スマタさんだ。の引き金になる皮肉は進化史上にいくらでも例があり、大脳を異常発達させ強大な社会を作って大繁栄を成し遂げた人種、その社会が目指した男女同権が仇になって今度は人種を絶滅に追い込もうとしたとも言えるな。死ねと宣言しているに等しい。死死孫々にまで及ぶ殺意表明だ。こちらを殺そうという相手を先に殺してもそれは緊急避難だし正当防衛だろう。だからやらせてもらえない男にはやらせない女を殺す権利があるんだ。来いよ男の子が。これどうした、やりたいんだろ、何か欲しいんだろうが。それが全世界男性レイプ魔化現象の正体だ。 Y 染色体の緊急避難、自然界のフィードバック、人種発生の時からあらかじめ備わっていた緊急プログラムの発動、人類絶滅を回避するための正当防衛、それがレイプなんだ。Ah!
後の特性子によって生まれた進化人類の最初の一人がアキラ、お前なんだ。完全なる両性具有、俺様 VS 私様の無益な泥仕合からも、同性間のモテヒモテ正当多闘争からも自由な男でもあり女でもある新人類アキラ。さっきの銃声だよね。発砲音からの推測では、ニューランブ、日本の警察が正式採用した回転式拳銃で、1960年に採用されたことから M60 と呼ばれることもある。名称の南部は日本の銃器開発の第一人者であった南部キジロ陸軍中将にちなんでいる。行かなきゃ。じゃあね、フレッシュのおじさん。アンヌさんも。いつでもどうぞ。忘れるなよ、アキラ。お前こそ新世界の王、人類進化の希望の星なんだ。作ってよ。早く帰ろう。今回のタイムリープの成果は？それはまあそんな簡単に成果は現れないけどね。っていうか遊びだもんね。私たちが食料やら燃料を調達してる間にタイムリープごっこ。彩香、それちょっと言い過ぎ。私たち今日死にかけたんだよ。それなのにこいつらはのんきに。何がのんき？私たちは世界を救おうとしているのに。それでタイムリープ？正気とは思えないんだけど。お母さんが救おうとしてるのは世界じゃなくて桃子だと思うけど。
アキラ、まるで助かってほしくないような言い方するんだね。桃子はあなたの生みの母親なのに。顔も覚えてないしね。それでも桃子は、というよりお母さんの恋人だよね。あ、いいかな。僕はタイムリープ無駄じゃないと思うんだよね。バタフライ効果に期待するってことだけど。それ聞いたことあるけど、なんだっけ？エドワード・ローレンツが1972年にやった講演のタイトルね。ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか。予測不可能性、カオス理論の走り。ほんの小さな出来事が予想もできない大きな変化を生むってやつ。天気予報や交通渋滞の正確な予測は絶対無理って話ね。それが理解できない。天気予報や交通渋滞がなんで世界を救う話になるの？世界的な毒男が現象で人類滅亡寸前、誰も予測できなかった危機的状況、打つ手なし。どうせ打つ手がないんだったら、何でもいいから過去の細かい出来事を片っ端から変えてやれば世界の現状をひっくり返せるかもしれない。もっと現実的な毒男化ウイルスの撲滅とか、特効薬とか抗体とか免疫とか、そういう話じゃダメなんですか？あのさ、それ西洋思想の限界だと思うんだよね。西洋思想って特に医学なんか結局軍事医療でしょ。戦場で怪我した兵隊をいかに効率的に戦場に戻すかっていう。切れたら腫れ、折れたら告げ、ウイルスには抗体。東洋思想が気の流れとか輪廻転生とか生命の本質を解き明かそうとしているのとは根本的に違うよね。じゃあどうしろっていうの？カオス理論だって西洋思想なんでしょ？あれはどっちかっていうと東洋思想の翻訳だよね。風が吹けば桶屋が儲かるって知ってる？桶屋？風が吹くでしょ？砂ぼこりが舞って目に入って盲目になる。盲目になったら三味線弾きになるしかないから三味線の需要が増える。三味線は猫の皮で作られるから猫が殺されて減る。猫が減ったらネズミが増える。増えたネズミは桶をかじってみんなが新しい桶を買うから桶屋が儲かるってこと。カオス理論よりもドミノ理論に近いかもしれないけど。大喜利？座布団のやつ。1768年だからローレンツ博士より200年早い。江戸時代の浮世草子、世間学者仇だね。無責三人って人が作者らしいけど。あとは十返舎一九の東海道中膝栗毛とかが有名かな。矢地さん北さんの。知らないけど。もともとは仏教思想の縁起だよね。すべての物事には起こりがあって、それが縁となって結果につながる因果応報ね。一見関係がないように見えることでも世界中で起こるすべての出来事は縁でつながってるってこと。縁起がいいとか悪いとかの縁起？まあそうだけど、仏陀曰く死があれば蚊があり、死がなければ蚊がない。死が生ずれば蚊が生じ、死が滅すれば蚊が滅するっての、死縁生縁起って言うんだけど。要するにどういうこと？つまりタイムリープを繰り返して過去を変えれば、それが現在と未来を劇的に変える縁起になるってこと。そして過去に行くのはどうしても変えたい過去がある人が適任なの。それでのぞみさん？のぞみさんは死んだ恋人を殺さずに助けたいという過去改変の強い意志がある。桃子さんが死なない過去からつながる現在ではドキュン化現象を止められる方法が見つかってるかもしれないみたいな。まあ期待は薄いかもしれないけど、他に方法はないんだからこれしかないって感じはするよね。でも桃子が生き残る現在では代わりに僕が死んでたりして。ごちそうさま。スパゲッティって想像してたより美味しかったよ。アキラ、ちょっと待って。もう一つ聞いておきたいんだけど、本当に過去に行ってるの？あんたが夢を見てるだけじゃなくて。あ、ぶっちゃけちゃった。私の研究成果を疑うの？いや、そもそも信じる方がどうかしてるから。これまでは一応話し合わせてたけど、最初から信じてなかったし。あやか、もうやめときなよ。ねえ、命がけでサポートしてんだから、私たちが何に命を懸けてるのかちゃんと分からせといてよ。
本当に過去に行ってるの？あんたが過去に行ったことで変わったことってこれまでになんかあんの？彩香ってば。もうまたその話ね。は？私が行って帰ってくるのは大体同じ時間だけど、微妙にズレがあるから、今日のスパゲッティを食べるのはもう75回目なの。この話が出るのもそのうちの47回。嘘、タイムリープってまだ10回もしてないでしょ。私の主観っていうか体感的にはもう100回以上してるの。スパゲッティが食べられなかったことだって32回ある。つまりあなたたちが毒男にやられて帰ってこれなかったってことだけど。私たちが生き残れない現在もあったってこと？まあそんなこと言ってもそれが私の夢じゃないって証明にはならないけどね。この極太のタイムマシン本体をあなたの膣内、つまりマンコに挿入します。この前導する弁の部分が輪郭クリトリスを刺激、このパール連鎖部分が肛門アナル直腸内の前立腺に届きます。本体が現在、弁が過去、パールが未来。本体にトルネードを加えてマンコの G スポットをえぐり、現在時間に揺さぶりをかけます。同時に弁の羽ばたきが過去を呼び戻し、パールの振動がそれを未来につなげる。腸の羽ばたきがトルネードを左右するってこと。快感は複合的かつ連鎖的に時空間を超越し、固定化された因果律を破壊して再構築します。タイムリープはあなたが絶頂に達した瞬間に行われる。行く先はあなたが過去に行った瞬間。これは絶頂と絶頂をつなぐ悪夢リープ。肉体はそのままに、精神だけを生かせるサイコリープなの。もう何回も聞いた。いいから早く来て。やっぱり秋葉帝国ビルに潜入するのは連中のアマゾン避難所への総攻撃のタイミング？手払った後だからこそ帝国民に邪魔されずに戦えるんだし。ちょっと今する話？ちゃんと快感に集中して。でもベイムアンドロイドはクローンのカナエさんが5人がかりで何度やっても倒せない強敵なんでしょ？あなたももう黙って。タイムリープはデリケートなの。ちゃんと行けなかったらどうするの？絶頂がいい加減だったら時空の狭間で迷子になって時の亡者になってしまうかもしれないの。どうしろって言うの？どうしたらいいと思うの？つまり勝ち目のない戦闘は避けて、先に桃子さんだけ誘拐できないかな。こっそり秋葉帝国ビルに潜入できない？こっそりってどのタイミング？帝国民集会の最中とか。二人ともいい加減にして。痛い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 
また覗いてたの。のぞみさんこそ僕がいるんだからもうちょっと控えたらいいのに、相変わらず激しいんだから。そんなことどうでもいいからすぐ出発するよ。え、どこへ？僕おしっこ行きたいんだけど。とにかく着替えて。その格好じゃこの部屋からどこも出られないでしょうが。え、また女装すんの？あんたが言ったんじゃない、勝ち目のない戦闘は避けて桃子だけを先に誘拐しろって。え、何の話？俺は覚えている。女どもに笑われた日のことを俺は覚えている。いじめっ子どもに川に沈められる俺を笑いながら動画撮影していたのは女どもだ。クラス上げての葬式ごっこは女子受けを狙う男子どもによって企画された。男は女に自分の優位性を示してモテねばならず、そのために必要なものが格差であり差別でありいじめであった。つまり多くの犠牲者を出した陰惨ないじめの原因は全て女どもにあったのだ。俺たちは伸びたな。いい加減に気づかねばならなかった。我々のもとに未来から猫型ロボットが来ることはないと。騎馬帝国に潜入するなら女装しない方が良かったんじゃないかな。いいからこっち。のぞみさん、なんでそんな詳しいの？もう100回以上来てるんだから道くらい覚えるって。あの、それなんだけど本気でタイムリープとか言ってる？信じられないんだけど。別に信じなくていいから。とにかくこの時間はまだ桃子が生きてる。我々にはアニメがある、ゲームがある、ラノベがある、AV もある。もちろん V シネマもある。そして何より神にも等しきアイドルがいる。リアル恋愛などという安易なセックスごっこに興ずるリア充などとは比較にならないくらい我々は愛について知っている。現に見よう、ボレツのつまみや彼女のイケメンホスト、リアルに充実させた者は皆その本質にふさわしくレッドバケモンになり、リアルな獣リア人になるまで神は彼らに本来の姿を与えた。今こそ問おう、真の勝ち組は誰であるか。答えは考えるまでもない、我々童貞オタクである。今こそ我々は我々の真の敵である三次元女に復讐しよう。倒れるわけにはいかない。私は桃子を守るんだから、桃子とそう約束したんだから。のぞみさん、のぞみさん、しっかり、のぞみさん。桃子待ってて。
違う展開になった。そんなことって、2人とも秋葉帝国の総攻撃で死んだはずなのに。やっぱりちゃんと答え合わせしなきゃいけないみたいね。本当に過去に言ってんの？あんたが夢を見てるだけじゃなくて。大丈夫？絶対大丈夫じゃない。異性記憶が脳内に流入してるの。お前は秋葉帝国のスパイ、あのキモいオタクたちの仲間なの。そういうことならこの場で処刑する。私はただ桃子を助けたかっただけ。アキラ、いい加減諦めたら、何度繰り返したって桃子は生き返らない。何や、アキラ君、運命の強制力みたいな話。人類なんて滅びちゃって構わない。この世界に私と桃子の二人きり。ダメだよ、のぞみさん、来るべきところはここじゃない。助けて。先っちょだけで助けないって選択もあるよ。のぞみさんが公衆イベントだったアンフォロに行くんだよ。土曜日のラグビー部室。